願いします。はい、はい、ということで、今回ですね、神奈川県立菅高等学校の体験入部ということで、はい、いつもはですね、いろんなその強豪校だったりとか、はい、部員が多い中でやってるんですが、まあ、本当にその県立ということで、まあ、部員もね、限られた人数でやってるということで、はい、今日の練習、7名部員の中で練習ということで、はい、まあ、その中でね、選手たちがどのようなことを感じてやってるかっていう、まあ、本当、いつもと行く逆なんですけど、はい、真逆な。逆に楽しみですね。はい、どういうお気持ちでやってるのかって、はい、僕もね、何かこう感じるものもたくさんあると思います、はい、はい、これがまあ、本当にね、強豪校とかたくさんありますけど、やっぱ土台というかの部分にはそういう県立の高校があったりとか、その部員がね、集まらないとか、土熱あるけど集まらないとかいういろんな高校もあると思うので、はい、まあ、そういうリアルな部分もね、お届けできたらと思いますので、はい、体験部行ってきたいと思います。はい、頑張ってください。行きます。こんにちは。こんにちは。こちら、まあ、箕輪さんのこのご縁で菅高校 の、 そのサッカー部を紹介してもらって、みんながどういう思いでやってるかっていうところだったり、本当何を感じてやってるかっていうところ、今は7人っていうところだと思うけど、サッカー楽しい、みんなで大前提にやっぱ楽しいっていう思いがあるんだったら、やっぱり人数関係なく一生懸命やってで、ね、高校3年しかないんだから、この1日の練習でも何か持ち帰ってね、この先につながるようなきっかけ作りになってもらえばいいなと思って、もうちょっとね、体験入部とかやらせてもらうので、よろしくお願いします。一緒に何か吸収して帰ってください。いいですか。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、すごい。ということで、はい、久しぶりの私の、はい、クレーのグラウンドですね。果実以来かな。はい、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 落ちてる、落ちてる、いやー、上がりや。
ナイス。おーナイス。はい。おーナイス。はい。はい。ほらほら周りが早いから、うん、結構きついっすよ。あーそう、まだ休む間がないと。そう、いやでもね、選手たちの上手くなりたいって気持ちすごい伝わってる。めちゃめちゃ伝わってる。確かに表情が真剣な。そう、本当に真剣具合が伺えるっていうか、俺もやっててすごい伝わるし、すごい悔しさで、俺としても本気でやらんと。そうですね、あのサッカー好きなのと熱量すごく分かる。もっと多分意識を高めようというチームの雰囲気とかはすげえいいと思うんだけど、もっとこうやっぱ上手くなりたいんだったら引き出すとか、自分から例えばパスをさ、あの1対1もそうだけど、自分からこう呼び込むっていうのをする。自分からボールを引き出すってよく言うんだけど、でそれでなんでそれがいいかって言ったら、やっぱ出し手が今度はそこに合わせないといけないわけ。今度出し手が動き出しを逆に引き出してあげるって、お互いがそうやって引き出し合うと質が必然と上がってるんです。そう、守備もそうだし、守備がフォワードをずっと止め続ければ、フォワードを抜くためにじゃあ体の動きの質を変えないといけない。だからそこをやっぱこのなんていう、人数とか関係なくて、練習であれとかすごい練習だと思ったの。1対1で前を向く、守備も前を向かさない、みんなが意識高いのが分かったから、その質の部分にこだわる。じゃ引き出すとか動きの質をじゃ工夫して、足元にもらうのスペースで何度かやってたけどね、あれがまさに引き出すとかなんだけど、あれをやってやっぱその出し手によもっと要求すれば、必然出しても質を上げないと繋がらなくなってくる。いい声出てるからこだわってやってても絶対上手くなるから、絶対に間違いない。このレベル差とか関係なく絶対上手くなるから、ちょっとやりましょう。それオフェンスさ、2-2 だからさ、 2-2 だったら相手のさ陣形を崩したいわけよ。やっぱいい形でさ、チャレンジアンドカーブされちゃうとさ、自分たちが追い込まれるから。だからどっちかっていうとボール持ってる人っていう、持ってない人が一回俺回ったりしたじゃん。だから持ってない人がアクションを起こしたで、わざと広げて、まあ1対1強い人だったら勝負させてあげればいいし、もう持ってない人もアクションを起こしてあげる。それが一つだけどね、別にあの回ることが全てじゃなくて、スペースに走ってあげるのも素晴らしい。そうやってスペースをちょっと作ってあげる。逆に守備はこのチャレンジ&カバーの中で、そうやってこう相手がスイッチしたりすることもあるから、それをうまく受け渡してあげる。 そこの後ろに来た声っていうのが絶対重要だから、それをうまく後ろのね、このカバーのいる人が声かけて、どっちに行け、それをスムーズする。はい、どうですか。楽しそうですけど、みんなやってるからさ、ずっと上手くなるとか強くなるっていう意味で、やっぱベースにその楽しいっていうのは、苦しいことも楽しみたいし、うまくいかないことも楽しみだっていう、そこが一番すごい。あるときに西野からさっきからすごいですね、西野に言われる。西野からすごい。俺じゃん、はい、誰、ほら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 
やばい、は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 い、広がれ、うわぁ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 、あえてさ、俺が回ったら多分相手も突っかかってこられないからね。それでパス出すふりしたり、反対に前に行くと壊れたんです、はい、で、俺が回ったりして利用してドリブルするとか、それもしてます。はい、してます。おい、これいかん、いいよ、はい、やっぱり暗くなっちゃいましたね。そうですね、後半もどんどん暗くなっちゃいますから。懐かしいっす、本当に。そうですね、これ昔思い出します。ようやってました、こんな感じ。大前提に、まあ、最初言ったけどさ、まずサッカーを楽しむってことを、まずみんな忘れないでほしいっていうのは、それどの環境でも一緒で、楽しむってただ楽しいっていう気持ちだけじゃないんだ。楽しいってことは苦しいことも楽しかったですよね。結局やっぱさ、うまくいかないことってたくさんあるじゃん。俺なんてさ、プロで長くたまたまやれたけど、見た通り別に上手い選手じゃないし、足速い選手でもなかったし、中学校の頃なんか地区選抜にギリギリ入れたとか、本当無名の選手だった。
だけど、まず一つやっぱ上手くなるためには自分の武器が必要だ。だからヘディングとかさ、ロングフィードとか1対1とか、そういうまずは武器とかスキルとか、ボールを止めて蹴るとか、そういうのは絶対できる必要だと、まあ、サッカーで上手くなる上でやる。それで、あとプロでもそうなんだけど、一つのプレーでやめてしまったりすると取られてさ、あの一番のやっぱ評価対象ってそこで諦めなくなる。プロ、まあプロだけじゃなくてよ、で取られました、でチャレンジすることは OK だし、ミスをとがめる必要もないと、トライしたミスはもう大いにしていいし、でもそのミスしてそこでプレーをやめてしまうっていうのが一番良くない。守備でも抜かれて諦めてしまう。俺も一対一とかで抜かれること多々あるからさ、抜かれるでしょ、それで必死で追いかけて後ろからちょっとうわちょっと来てるなって感じるから、それがプレッシャーなんだよ。それでシュートを外したりするんだよ。だから最後までやりきるっていうことをまずはそのみんなが大前提に、あとはその特徴の部分でドリブルが武器の人がいれば、守備のね1対1の武器の人がいれば、その武器っていうのをやるっていうことと、あと意味ないことなんて全くみんなそこだけだと思ってて、どの環境とか関係ないから、意味ない時間なんかないし、じゃあそれ何で違いを使えるのかっていうのは努力の質、必ず理由があるから、自分がうまくならないならならないなりの理由がある。そうだから、そこは常にこう向き合ってやってほしいと思います。これからね頑張っていってほしいと思います。で本当あの無理なことなんか絶対ないから、可能性なんてさ自分で止めてるだけだから、とにかくあの楽しむ、いろんな意味で苦しいことも楽しむ、失点することもあるだろうし、得点する嬉しいこともあるし、全部楽しむ、忘れずに。それサッカーだけじゃないからさ、人生ですごく大事なんだ。みんな頑張ってください。お願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。